やっぱりまぐれだな。勝ちは勝ちだけど、まあ、ね、次こそはまぐれはないし、まぐれじゃないでもない。誰がなとよと後楽園ホールで稲葉に勝つのはこの俺だ。取ってから大変さがまた来てるのか。これからどうしようか。9月18日決まりましたけど、気持ちを切り替えないといけないなと思ってます。